久保さんあの僕、セコいんですけど、まあ、今回、ランボルギーニ買いましたにしましょうか。ランボルギーニを買いましたと。まあ、この前、ベンツ買いましたみたいな動画撮ったんですけど、やっぱ再生されますね。<laughs> まあこれね、今月のねあのドリア化のフォローアップ勉強会でもその、非道徳ライティングみたいなで講義でね、お話ししたんですけど、 まぁちょっとね、今回、メルマガの懸命ね、ちょっと悩んだんですけど、まぁ、あ、ちょっとこの前ベンツか買いましたっていうやつ流したから、ちょっともう飽きてるかなと思って。っランボルギーに買いましたで、でももう一回やってみようっていうね。やったらやっぱね、クリック率がね、いいっすね <laughs>。しかもね、分析したらね、その、3、4年前に僕のメルマガに登録してて、初めてクリックした人もいて、マジかと。 <laughs> えランボルギーニ買いましたってその3年か4年の間で初めてクリックみたいなね <laughs> びっくりしましたね一応僕ねあの僕のメルマガはそのクリック誰がクリックしたのかそしてその,そのクリックした人の今までの累計のクリック数とかも全部出るんですよだから1回の人もいれば今回1回の人もいれば200回300回の人もいるんですファンの人はねもうめっちゃクリックしてるって うん、便利ですね、今。つまりねなん。全部見れるんで。<laughs> そまあ、何が言いたいのかっていうと、ワイドショーなんですよ。うん、隣の芝生は青く見る。みんなね、隣の芝生をね、見たいんですよね、うん。だから見たいんで見せてあげるっていうことですね。あのー、でもこれはね、発信する側になった場合はあのーあのー、そういう風にやらないといけないんですよ。 テレビを作っていく。テレビを作っていくっていうのは視聴率を上げていかないといけない。だから体重は何を求めてるのか。わかりますっていうのをやっぱ考えていかないといけないし。で、まあ、久保さんがリスクの話してましたけど、僕なんかランボルギーニも買ってないし、ベンツも買ってないけども、アクセス集められるわけですよ。せっかい男ですね。せっかい男ですよ。<laughs> せっかい男ですね。まあ、せっこく生きようかなと思います。 まあでも僕はあの、リスク取りたくないんで。うん。ランボルギーニもうあの買、買わなくてもアクセス集められるなと思ってね。<laughs> <laughs> そう。だからまあ、そう。まあ3、4売りますはね、伸びてますけどね。3、4売りますはまあ、ビビタル数ですけど、今2300ぐらいか。はい。ちょっとあの、あるところでバズってるんですよね。そう。 ちょっとアクセス経路びっくりして、くぼさん。あの、3、4売ります第1話のやつが、あの、5チャンネルでね、5チャンネルからの5、2チャンネルじゃなくて5チャンネルっていうのは今あるらしくてね。そのなんか、なんか5チャンネルの掲示板で、なんかその5チャンネル、アクセス経路が5チャンネルって書いてあって、5チャンネルってないねんみたいな調べたんですよ。で、そうしたら、なんか僕の,の YouTube のリンクが、あの、すいません、あの、これって買いですかみたいな。 リンクがね、投稿がされててマジかみたいなねそう。で、そのスレッドが、スレッドが BN34 みたいなスレッドなんですけど、で、そのその質問に対して、あっ、即害ですみたいな。即買いですっていう、なんか誰かが回答してくれてて、わかるってるな、みたいなです、ね。僕のは V スペ2ですからね。V スペ2の黒はまあまあ出てこない。そう。だけど売れてないですけどね、まだね。そう。勝手にスレッド立って勝手になんか、 あああのあれでですすねねりがたいです、ねまあ、そこですしだからそのなんか BN34 の情報交換するスレがあるみたいですねうんそういまだにあるんだなと思いましたね僕ね昔なんか2チャンネルって閉鎖されたような気がして昔ね2チャンネルって有名でしたけどね今5チャンネルっつのがあるらしいです <laughs> 全然知らなかったそううん ま、リスクエッジはね、すごい大事なんで、別にその、やらなくてもね、やらなくても、いくらでも発信できるし、買わなくても発信はできるし、うん。そう思うよでもいいですし、こんなニュース見たよでもいいですし、久保ニュースですよね。久保さんが別に現地に行って取材しに行ってるわけじゃないんだけど、久保さんがね、その、これ、億万長者合宿でも言いましたよね。億万長者合宿の本編か、湯川の合宿でも、久保ニュースについてお話ししましたけど、ね。 久保さんが別に現地に行ってカメラマン、カメラマンレポートしてるわけじゃないけど、久保ニュースね、役に立ってるわけじゃないですか。そう。だ情報ビジネス、情報発信っていうのはね、僕はね、リスクヘッジする上で一番最強だなと思いますね。うん。いってらっしゃい。